田中直樹、田中直樹、田中直樹、1940年6月19日体は、日本の政治家、実業家、越後交通代表取締役社長、外務政務次官、宇野内閣、第一次山内閣、農林水産副大臣、初代、防衛大臣、第十代、参議院、議員、参期、衆議院、議員、参期などを歴任。旧姓は鈴木。 父は内務官僚、自由党衆議院議員だった鈴木直人。石川県金沢市生まれ。現在は新潟県在住、慶応義塾大学法学部政治学科卒業。大学卒業後は日本交換に入社。1969年に田中角栄の長女、田中牧子と結婚して、田中家に向入りし、生を鈴木から田中に改める。 1983年、菅波茂の地盤を引き継ぎ、第37回衆議院議員総選挙に自由、民主党公認で、父、鈴木直人と同じ旧福島3区から出馬し、初当選、当選同期に、熊谷博士、二回、俊博、野呂田法政、ぬかが福志郎、英清志郎、金子源次郎、田中修正、尾見浩二、北川正康、町村信隆、 いぶきふみ件き、じけんしょうざぶろう、おうしまただもり、のろあきひこ、なかがわしょういち、すきむねお、あまりあきらなど。1989年、うの内閣の外務政務次官に就任し、第一次天内閣でも留任。1990年の第39回衆議院議員総選挙では、得票順位4位で落選するも、1993年の 第40回衆議院議員総選挙でトップ当選となり帰り咲きを果たす。この年、岐阜、各栄が死去。1994年、妻、牧子が村山内閣の科学技術庁長,長官として当選一回ながら初入閣。1996年の第41回衆議院議員総選挙で新進党の坂本強氏に,に敗れ落選。 なお、坂本には1990年の総選挙でも、敗れている。坂本は90年当時は、自民党所属であった。1998年、第18回参議院議員通常選挙に無所属で、岐阜、各栄や、妻、薪子の地盤である、新潟県選挙区から出馬。薪子や白川勝彦の支援を受け、当選。当選後、自民党から、追加公認を受ける。 1999年から、党の青少年を取り巻く有害な環境対策の推進に関する省委員会において、省委員長を務め、青少年有害社会環境対策基本法案を起草。2002年の第154通常国会への同法案提出を目指したが、表現の自由を侵害するという世論の反対が強く、提出を断念した。 2001年、第2次、森改造内閣の農林水産副大臣に就任。この年、妻、薪子が第1次、小泉内閣で外務大臣に抜擢される。妻、薪子が自民党を離党して、以降は、党の方針に逆らって、薪子を応援したり、自身の選挙で薪子の応援を受けたりしたため、党内での立場は微妙となった。 2004年の第20回参議院議員通常、選挙では再選されたものの、この時と新潟県連に独自候補として、塚田一郎を擁立され、約5万票差まで詰め寄られた。翌2005年には、郵政国会で、郵政民営化法案に反対したためさらに苦しい、立場に追い込まれ、適齢期と言われながら、自民党在籍中の入閣は叶わなかった。自民党内の派閥では田中派。 二階堂グループを経て、高知会に所属していた。2004年6月、富士テレビが、新潟県長岡市にある田中の選挙事務所前の民家を借り、事務所の様子を密かに撮影していたことが発覚し、田中と講演会が、選挙妨害と盗撮だとして、富士テレビに、損害バイト謝罪を求めて、新潟地方裁判所に訴状を提出した。2007年2月7日、 新潟地裁で判決が下り、撮影の目的自体は不当ではないが、正当な取材範囲を逸脱する違法なものとして、富士テレビ側に6万円の賠償を命じた。2008年9月26日、自民党に離党届を提出。その後、第45回衆議院議員総選挙を目前に、控えた翌年の2009年8月15日に、新潟県長岡市内で、 記者会見を開き、マキコと共に民主党への入党を表明した。記者会見の場で、鳩山幸夫民主党代表は、夫婦揃っての民主党入党を心から歓迎すると述べた。第22回参議院議員通常選挙では、民主党公認で新潟県選挙区から出馬し、参戦。2011年9月、民主党の総務委員長に就任。 2012年1月13日より6月4日まで、野田第一次改造内閣の防衛大臣を務めた、あと。2014年9月、民主党参議院議員副会長に就任。2015年9月、第24回参議院議員通常選挙では、民進党公認で、比例区からの出馬を希望し、12月、正式決定する。2016年7月10日、 参議院選挙比例代表で4000を目指すも落選。これにより、衆参両院において69年間存在していた田中家の議席は消滅したことになった。また、選挙期間中に、中央選挙管理会に届け出をしていない文書を配布した容疑で、事務所関係者2名と共に9月12日付で、書類送検された。その後略式起訴され、罰金30万円。 事務所関係者二人は罰金20万円が言い渡された。また、10月20日から5年観光民権停止処分。2016年10月20日、9月20日付で党本部に離党届を提出し受理されたことが民進党新潟県連上任幹事会で報告された。2012年1月13日、野田第一次改造内閣で防衛大臣に任命され、 初当選から約29年目にして初入閣。就任直後の1月15日、NHK の番組に出演した際、国連平和維持活動における武器使用基準の緩和武器輸出3原則の見直しを混同した。田中は、両者の取り違えを認めたものの、入閣前から懸念されていた、国防知識の欠如を露呈した形となった。普天間基地移設問題については、 2012年中の埋め立て工事着工を示唆する発言を行い、県外移設を主張している沖縄県側の反発を招いた。田中は知事の了解を得られなければ着工できない。私が断定しているわけではないと述べ、藤村治官房長官も田中氏は年内に埋め立てに着工するとか、目標にするという発言はしていないと釈明するなど、引けしに追われた。その後2月2日、 国会の場を利用して、直木に釈明をさせようと助け舟を出した和解安彦の質問に対し、手順表を持っておりましてと、日米政府間の国費文書を暴露しさらに事態を悪化させた。安全保障の知識に関する不見識を問われ、1月17日にはメディアに対して安全保障の基本はしっかり持っていると反論したが、翌々日の19日に行われたインタビューでは、 そのほとんどが官僚の作成したメモを読み上げるだけであり、さらに挨拶の前にペーパーを読むだけと漏らしている。1月31日の参院予算委員会では、模範回答を耳打ちする秘書官を同席させて答弁を行い、野党議員からは、福話術をやめろ、と批判された。その後、断りもなく、審議を抜け出し、議員食堂にいるところを発見された。 コーヒーを飲んでいたという。3月14日の参院予算委員会で、またもや事実5人の答弁と訂正を繰り返し、審議が9回も中断した。シリアとヨルダンと答弁し、正しくはヨルダンではなく、イスラエルと訂正。自衛隊の撤収判断を誰が行うかについても、迷走。正解は首相だが、国連、防衛省と事実5人を連発した。 2012年3月21日午前の記者会見において北朝鮮の弾道ミサイル発射実験に備える手段である航空自衛隊の PAC-3 を海上自衛隊の初期 p 3 c と発言した。元陸上自衛官で保守者大学非常勤講師の森清志勇は日本ビジネスプレスへの寄稿の中で田中について防衛省 自衛隊があまりにも分かっていない防衛政策の進展など期待できそうもなと評した。2012年2月8日には朝鮮中央通信も日本防衛省田中の無知がさらけ出され物洗いの種になっていると報道した。徳島新聞は田中直樹を野田政権の爆弾と表現した。2012年4月3日の参議院予算委員会にて PAG3 を 住民が少ないから配備しないなどと発言。この日の訂正、謝罪は、計5回元防衛大臣の石場茂は4月8日に出演した富士テレビの番組にて、田中の辞任を要求。その後の4月17日午前、自民党は、前田武史国土交通大臣及び、田中の二閣僚に対する積決議案を18日に参院に提出する方針を公明党に伝え、 公明党も提出されれば賛成すると同調の構えを見せた。2012年4月20日午前の参議院本会議において自民、公明など野党の賛成多数に議可決された。田中の問責可決により防衛省は2代続けての問責閣僚を2代連続の問責は日本国憲法下で発足した内閣の閣僚としては初であり、また防衛省の問責事例は 本件で3例目となり最多とった。田中は問責決議案が提出されたことに対し、自発的辞任の意向はないことを表明し、野田義彦首相及び藤村治官房長官も職務を全うしてもらいたいと発言していたが、第180回国会会期中の消費税増税関連法案の成立を目指す野田首相の強い意向により2012年6月4日、 内閣改造が行われ、野田第二次改造内閣防衛大臣を退任した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。